皆さんこんにちは、ブチジーです。いかがお過ごしですか？今回のお題ですが、新幹線の高架駅を作りたいと思います。裏作業で高架駅のホームだけ作っておきました。ホームの部分は幅が6ブロックあり、線路寄りの部分には逆さまの石レンガの階段、残りの5ブロックは石のハーフブロックを使いました。黄色のカーペットも敷いてあります。それでは建築開始です。駅舎の壁を作っていきます。線力岩を大量に置いていきますね。コメントをご紹介しながら作業をしていきます。あれ果てたって、あんたがやったんやろがい。ナイスツッコミです。ドキュメンタリー仕立てにして廃縮感を取り上げた動画のコメントですね。駅や路線を作るときにはいろいろな設定がある場合があります。この設定をドキュメンタリー動画にしてみたら意外と評判が良くてびっくりしています。ホームから1ブロック高い場所まで線力岩を置き終えました。線力岩で作った壁の上に黒のガラスを高さ4ブロック分置いていきます。そして石のハーフブロックを置いて屋根を作っていきます。内側の部分に柱の代わりに鉄格子を置いていきます。あとはダークオークの階段で椅子を作ったり、ダークオークのフェンス、ハーフブロック、そして絵画で看板を作ります。こんな感じになりました。今作ったものを反対側のホームにも作ります。高架下の壁を作り忘れましたので、サクッと線力岩で塞ぎます。最後にホームの間の屋根を作ります。ホームの間の屋根も石のハーフブロックを使います。ホームの屋根よりも少し高くしたいので石のハーフブロックを重ねたりしますね。あと気をつけたいのが、敵が湧かないようにするために下付きのハーフブロックが空に面するようにします。ここからは内装を作っていきます。今回のアップデートでは仕事ブロックの一つである石切り台が追加されました。階段ブロックを作る場合だと作業台で作る時よりも低コストになるそうです。駅の1階部分の床を磨かれた線力岩のハーフブロックに置き換えます。このブロックも今回のアップデートで追加されたものですね。いろいろなものが追加されすぎて、すべて活用していくにはまだまだ時間がかかりそうです。3ブロック間隔でシーランタンを置いていきます。おや、ここにも行商人が来ていますね。
足早っ。何を急いでいるの？外は危ないから、中に入ってくださいね。ホームの下に高さ3ブロックの空間を設けるため、磨かれた戦力弾のハーフブロックを置いていきます。このホームの下に作る空間ですが、ホームドアなどのレッドストーン回路を作る空間となります。ホームにつながる階段を作っていきます。ホームに幅2ブロックの穴を開けて、磨かれた花崗岩を階段状に置いていきます。12階にも穴を開けて、同じように磨かれた花崗岩を置いていきます。微妙にできた隙間を埋めた後、磨かれた花崗岩の階段を置いていきます。ホームには落下防止のため戦力弾の塀を置いていきます。エクポー内の道として、磨かれた花崗岩のハーフブロックに置き換えます。戦力弾の塀で区切りをつけた後、磨かれた安山岩、ハーフブロック、そして、白樺のフェンス、間圧板で改札を作ります。逆さまの磨かれた戦力弾の階段を土台にして、磨かれた安山岩ハーフブロックを置きます。あとは1ブロックの大きさの絵画を貼り付けて券売機の完成です。磨かれた戦力弾で駅員室を作ります。ダークオークのドアをすけて、壁に穴を開けて、黒のガラス板を置きます。駅中のお店は、磨かれた安山岩と黒のガラス板で壁を作って、磨かれた安山岩と白樺のトラップドア、磨かれた花崗岩の階段でレジを作り、本棚を置いて、商品棚を作ります。駅の外装を作った動画で、こんなコメントをいただきました。屋根の上がり方が左右で違いますよ。屋根が非対称なのはデザインですか？屋根が非対称な理由は、デザインです。完全に間違えていましたね。サクッと修正しちゃいます。交際機が完成しました。とても良いものを作ることができました。それでは皆さん、またお会いしましょう。